実は今福岡ではですね、従来と違ったようなお墓が登場しているということなんです。管理をしてもらう子どもたちにも影響が出てくるお墓の最新事情を探っています。新宮町に突如現れた前方後円墳、新宮霊園にできた古墳型永久墓です。かつて有力者の墓だった古墳ですが、私たちもその一角で眠りにつくことができる時代になりました。最終的には人間人はね、土に帰るということを私どももコンセプトに置いてまして、古墳の大きさは全長53メートル、高さ 3.5メートル、一人分の区画は30センチ四方で、土の中にある納骨室に骨壺を納めます。月1回の合同法要もあり、永久管理費を含めて35万7千円です。1200区画ございますけど、今もすでに1100区画が完売しておりまして、子供や孫の分も含めて10区画以上まとめて申し込む人もいるといいます。従来の墓地のイメージを変えたいというこちらの霊園。芝生もゆっくり置いてるのは、そこお子さんが遊べるスペースなんですよ。だからなんかお墓参りに行くっていうよりも、なんかこうちょっと新宮霊園に遊びに来よう、家族で遊びに来て、まあご先祖様に手を合わせて帰ろうみたいな、そういうコンセプトで、もっともっと明るい楽しいもの。変わるお墓のイメージは若者も。なんか悲しい雰囲気より明るい方がいい。一方でこんな意見も。遠いとこから来てくれるのがそれは申し訳ないから、逆にそういう海とか樹木葬とかにしてくれた方がありがたいかなっていうのはあります。お墓はもう一切作ろうとは思わない。お墓を作ると後々の子供たちに迷惑がかかるから、まあ、できたら海が見えるねところの樹木葬が ベストなんですけど。こちらは最新のお墓に関する調査です。なんと半数以上が樹木葬を選んでいます。納骨堂も 20% を超え、初めて一般のお墓の割合を上回る結果に。家族の形が変わり、放置されるお墓も増える中、将来的に管理がいらないお墓が選ばれているようです。そんな中、福岡市の JR 今宿駅前には一風変わった納骨堂ができました。エントランスを入るとホテルのロビーかと思うような内装です。2階にはこちらが永代供養納骨堂星でございます。異なる雰囲気のお部屋で、お写真を眺めながらゆっくりとお参りいただけるタイプの納骨堂でございます。カードをかざすと墓石に家の名前が表示され、ディスプレイでは亡くなった人の思い出の写真を見ることができます。家に仏壇とかがないので、こちらに来ると母の写真だり、あの戒名が書いてあったものが写真に写るので、あ、そういうのを見ながらお参りができるし。このタイプは最大6人分で150万円。福岡市に住むこちらの姉妹は、長崎市にお墓がありましたが、気軽にお参りができるようにと墓じまいをして、こちらの納骨堂に移しました。あと子供がですね、あのうちの場合は関西にいるんですけど、そういう時もですね、空港からあの来てからまたあの電車で一本で来れるっていうのもあの来やすいので、孫たちもですね喜んでます。県外にいた時に比べて、よりも身近に同じ福岡の空の下に3人暮らしてますよという感じがするようになりました。いろんな種類のものありますので、まあ、皆さんの認識は変わってきてると思うんですね。ただどういうふうに先立った方個人様をですね供養したいかというところはですね、まああまり変化してない部分だと思いますから。お墓の形は変わっても、先祖への思いはこれからも変わりません。
こんなに変わってきてるんだっていうのはびっくりしましたけど、ね、もし自分が入った時にこうアクセスのいい場所で近くから気軽に来てもらえたら、はい、それは嬉しいかなって思いました。ね、これも良し悪しではなくて、うん、じゃあ自分の希望でお墓を作ってそれが結果参りにくくなってしまう、ただ形を変えてより参りやすくなる、うん、これは選択肢の中でどう選択していくかっていうところですよね。僕この VTR 見るまで、はい、液晶って正直どうなんだろうと思ったんですけど、はいはいはい、あの当時の写真とかが見られるっていうのはすごくいいし、うん、僕も笑顔の時の写真でやっぱ忍んでほしいなって思いましたもん。ねえ、小田さんだからそんなに普段笑うことがないんで。いやいや、それ笑わない男、稲垣選手じゃないから笑わない男じゃないんですけど、ただそもそもやっぱりご先祖様に感謝をしたり自分たち今元気だよって伝えるためのものであったりすると思うのでね、はい、どうか大きな選択ですからね、話し合ってみてはいかがでしょうか。